ランボルギーニアベンタドールランボルギーニチェンテナリオセンテナリオはイタリアの自動車メーカーランボルギーニが創設者フェルッチオランボルギーニの生誕100年を記念して限定で製造・販売したスーパーカー。2016年のジュネーブ将で実写が公開された。全世界で40台が生産され175万ユーロで発売され完売した。チェンテナリオのデザインは 他のくさび型のスーパーカーに比べて極端ではないと噂されていた。6500cc の部位型12気筒で770馬力のエンジンを搭載。0時速 100km を2.8秒で加速し、最高速度は時速 350km を超える。日本では2016年9月16日、東京都の聖徳記念会画館でのランボルギーニデーで初公開された。 アベンタドールがベースとなっている。チェンテナリオ、イタリア語読み。日本においては、発祥、理由は不明だがスペイン語読みである、センテナリオと呼称される場合もあるとはイタリア語で、100周年の意味。前述の創設者、フェルチオ・ランボルギーニの生誕100周年にちなむ。ありがとうございます。